満州国郵政機満州国の郵便紙では、満州国の郵便に関して記述する。従来、東三世の郵便事業は、中華郵政が行っていた。この中華郵政は、大新郵政の継承機関であり、中華民国の国家機関であったが、首脳陣が欧州出身者であることもあり、独立性を維持していた。実際に、辛亥革命では、新朝と革命派双方に、 臨時中立を宣言したほか、1920年代の軍閥同士による内乱で中国国内が分裂していた時期でも郵便事業の一体性はほぼ維持されていた。その後の日中戦争においても中華郵政は中国共産党の根拠地を除けば日本の占領地とも郵便物の送達を維持していたほどであった。満州国最初の切手、満州国は 中華郵政の設備及び人員を1932年8月1日をもって接収する予定であった。しかし、中華民国交通部は7月23日に東3世の中華郵政を全面的に閉鎖する宣言をした。そのため、該当地域にいた中華郵政の大半の職員は7月25日までに逃亡した。この事態に満州国政府は、 翌26日に設備、人材等を接収し、同日から満州国郵政名義による郵政事業を開始した。しかし、職員の大半を失っていたため、当初の業務に支障が生じたが、失業者が大量に応募してきたことから、就熟度は別として補充はついた。1937年12月1日に南満州鉄道付属地が満州国に移譲されると、 57の郵便局は、そのまま満州国の郵政局に、64の郵便取扱所は39が廃止となり、残りの25が郵政弁事所として存続した。万花通り、U2 分切手満花通、U13 分切手中華郵政は、満州国が発行した切手を向こうとした。しかし満州から送られてきた郵便物を送り返す措置は取らなかった。 その代わり郵便料金は未納、すなわち切手ではない、ラベルとして不足量切手を添付し受け取り人から徴収した。なお、中華民国以外の国で満州国の切手を貼った郵便物を受け取り拒否したり、無効扱いにした国はなかったが、これは日本の占領地で発行された切手とみなされていたに、過ぎないためであった。また、満州国を国家として承認したのは、 ビルマ国など日本の海外政権を除けば最大13カ国に過ぎなかった。しかし、日本と中華民国は満州事変の停戦協定である単空協定を1933年5月31日に締結し、両国の軍隊は所定のラインまで後退したことから中華民国は事実上満州国の存在を追認せざるを得なくなった。 その後1934年9月から双方の代表者の協議が始まり、同年11月24日に両国間で双方の郵便物交換に関する万花通り有協定が成立し、1935年1月1日から提出されていた郵便物交換が再開された。この時に発行されたのが万花通り有切手である。この万花通り有切手は、 中国本土との郵便物に添付するために発行されたものであった。万花通り有協定には、満州国からの郵便物に貼られる切手には、満州国の国名表記を用いない、消印に、満州国独自の年号は使用しない、消印の地名には、新京といった、満州国独自のものは使用しないという取り決めがあった。そのため、国名表記を取り除いた専用切手が、 発行されていた。ただし、この図案には、満州国の国章である、乱花紋章が描かれていた。また、用意された図案2種類のうちもう一つには、満州族が聖地としていた長白山の天地が描かれており、満州国の切手であるのは明白であった。また、発行された切手の中には、満州帝国優勢の文字入りの透かしが透き込まれた用紙に印刷されているものもあった。 なお、この切手は1935年にオフセット印刷でに4、8、12分の額面のものが発行され、同年3月に前日の文字リスカ詞の切手が発行された。また1936年には、黄範印刷の切手に変更され、1937年4月1日に2.5、5、13分の額面が追加された。の切手には、 印刷面が小さくなった再販切手がある。これらは満州国滅亡まで使われることになった。なお、中華民国側に引き渡される郵便物の中には満州年号の化身が押されたものや満州国表記のある切手が使われることは避けられなかった。この場合には中華民国側で協定違反であるとして年号と国名を黒塗りにした上で切手を無効としている。 ただし、以前のように受け取り人から郵送料を取り立てるのではなく、両国の交換郵便局があった山海間で、満州国側が不足する郵便料金を支払う措置が取られたという。日本と満州国との間で、郵便物、郵便交替及び郵便振り替えへの交換を行い、かつ相手国より委託された内国郵便物の提送を行うことを目的として、 1935年12月26日に両国間で日本国満州国間郵便業務に関する条約が締結された。航空機購入募金切手満州国最後に発行された切手は1945年5月2日に発行された満州国皇帝の君民証書10周年の記念切手であった。この記念切手は証書の 一徳一心を1938年に不義の皇宮として作られた道徳殿の河原の文様風に再現したものを図案としていた。最後に企画された切手は飛行機購入寄付金付け切手である。この切手は日本からの戦争への協力の求めに応じ、寄付金で戦闘機3機を検納しようと1943年に満州国交通部で企画したものであった。 そもそも満州国は第二次世界大戦では連合国に対し戦線復刻をしていなかった。これは連合国の一員であるソ連に軍事侵攻される口実を与える恐れがあったからである。規定自体は額面3分に寄付金47分のものと額面6分に寄付金44分のものを2種類ずつ用意された。それぞれ日本語と中国語で標語が付けられていたが、 内容は異なっていた。学面3分には、一機でも多くと、青年創始獣王大空。学面6分には、大空へ行かうと、剣能引き撃滅宿敵であった。印刷は、日本の印刷局に発注され、1944年10月以前には、満州国に引き渡されていた。しかし担当者に届いたのはさらに数ヶ月先であった。その間に、 郵便料金が改定されていたことから、額面変更が議論され、3分切手は、額面5分に寄付金95分、6分切手は、額面10分に寄付金90分と、当初の販売予定価格の2倍にすることとし、額面を改定した、数理で対応することにした。また発行日は、航空日に当たる1945年9月20日に、することとなった。しかし、 満州国は8月18日に崩壊し、切手の発行目的も発売する組織も喪失した。そのため、切手は不発行となり、倉庫で放置されていた。多くは、戦火の中で滅出したが、その一部が、盗難に愛市場に横流しされた。少なくとも20から30セットが現存しており、オークションに出品されれば、高額で競り落とされるほど人気があるという。 ありがとうございます。